発言願います。山田秀次君、おはようございます。えー、自由民主党の山田修次です、えー。今朝ですね、あの日経新聞に、えー、出ていたものがありまして、これはあの、えー、今年の米の輸出価格が、えー、過去最低であるということ、そして一方で、えー、輸入量あ輸出量は、えー これまでで最高になるということが記事としてありましたこれはあの、えー、まあ、和食の店が海外で増えていて業務用のお米が需要が海外でもあるという状況になっているこのような まあ中で生産コストを下げていくということは非常に大事だということが、この記事でも書いてあるんですが、今日は肥料の関係の質疑ですとね、その生産コストの関係についてもえご質問をしながら、肥料取締法の質問をしたいと思っております。あのこの肥料取締法については、昭和25年に制定されたものでありますが、その前、9法にえ遡れば、 明治32年に制定をされた、長い歴史があります、そしてあのこの肥料については、農家の皆さんにとって必要不可欠な農業資材でもあります、時代の要請に応じて改正がな,なされてきたところでありますけれども、今回の改正法案の背景や趣旨、内容について、改めて大臣にお伺いしたいと思います、はい、江藤農林水産大臣、はい。おはようございます。 えー、今、委員の方がご説明いただいた当位の歴史をたどってまいりましたしかし直近の15年はですね実質的な改正が行われていないという現実がございますそしてたびたび問題になりますが大変高齢化が進んでおりまして、えー、担い手の数もですね思ったほど増えないということもあってですね、えー、そしてまた世界中では肥料の需要が非常に高まっているそして国内的にはですね知力の低下、まあ、化学肥料に 非常に日本の農業は頼りすぎてきたためにです、ね、治力自体が低下してるんじゃないかという指摘はたびたびこの農業界でされてきたところであります、それを受けてです、ね、現場の農家の方々、それから団体の方々、肥料メーカー、そういった方々からです、ね、いろんな意見を聞い,て聞いてきたところでありますけれども、そうなりますと、やはりまず低コストで、今、コストのお話をされました、低コストで製品をしたいと、それから産業副産物についてもです、ね、安心して使いたいと。 いうご要望ががたくさん上がってきてきますそして、大肥と肥料をです、ね、混ぜて、1回で施肥できるようになれば、ですね、えー、労力的にも労働的にも楽になるということをですね、えー、求めている声が高くあったということでございます。このようなご要望を踏まえまして、大肥と化学肥料の配合を可能にすると、しかし可能にするだけではやはり手落ちがありますので、えー、肥料メーカーに対してですね原料の管理についてはさらに強化すると。 いう,ようなことを内容とした法改正をさせていただくということでございます。す山田修司君、はい、ありがとうございました。あの今大臣からもお話がありました。世界的にも肥料の需要が伸びているような状況の中で、えー、まあ法律改正を考えたということでございますが、特にあの海外依存度の高い肥料原料を国内の 産業副産物などで調達をしていくという内容も含んでおります、この改正案でありますが、産業副産物を肥料の原料として活用するに当たっては、その安全性を確保すること、このことが極めて重要であると思います。安全性の確保にについいいいて副大いいい、はい、副大大臣臣お伺したと思ます加藤農林水産 山田委員のご質問にお答えをいたします現行シェイドでは、肥料の製品比較、工程比較として、有害成品分含有量の基準値を設定をしまして、登録審査の際に、基準値を下回ることを確認をしているところでございます。この点について、今回の改正で緩めることはございません。 今般の法改正ではこうした製品規格に加えて新たに肥料の原料規格を定めて安全性の確認された産業産物のみをリスト化しまして肥料に使える原料の範囲を明確化するものでございますさらに肥料,業肥料業者に原料帳簿の作成を義務付けをしまして 肥料業者自身が適切に原料管理を行うとともに、行政機関が事後に適切な原料を使用しているかどうか確認できるようにすることとしております。まあ、これによりまして、えー、肥料の安全性をさらに高めることができるものと考えておるところでございます山田修二君。はい ありがとうございました。この安全性の確保というのは、本当に基本中の基本でありますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。そして、資料をお配りをしております。これ、農林水産省で作成したものでありますが、大規模な農業者の米の販売価格や、あるいは生産流通コストを、平成25年頃のデータをベースに示し、農業者の手取りの イメージをを記載しした表した表ものであります左下の方に肥料、農薬、機械といった農業資材費のウエイトが出ておりますけれども、ここで大きなやはり課題は、この生産資材の価格を引き下げることによって、 農業者の所得向上を図っていくということであります。これあの冒頭に新聞でも申し上げたことですけれども、この法律の改正法案が肥料の価格の引き下げにどのような効果があるのかこの点についてお伺いしたいと思います。はい、藤木農林水産大臣政務官はいお答えいたします。えー、まあ今回の改正に法改正においてはですね、えー、配合ルールの緩和や 原料の範囲の明確化を行うことで堆肥や産業副産物の活用が進み低コスト肥料の開発につながることが期待されておりますまあ、例えば化学肥料や堆肥が配合可能となることで低コストな堆肥が配合肥料の原料として利用可能となり 有機配合肥料のコスト低減が見込まれるところでございますますた、えー、肥料そのもののコストに加えて、堆肥と化学肥料を一度に散布できるようになり、せ、えー、費にかかる手間や、えー、労働費が低減され、農業生産コストの低減も期待されております。加えて言わず お話をさせていただくならば、大肥を投入するということは、知力が増進をするということでありまして、まあ、知力がついてくると、化学肥料の危機というのも良くなるということでありますので、量,の、まあ、量を減らしていく面でもです、ね、相当効果があるんではないかと思ってございます。以上です山田修司君 ありがとうございましたあの、えー、価格資材価格のです、ねえーまあ、引き下げ、大変重要な課題でありますので、この法律の制定、そして施工にあってもです、ね、あの資材価格 あるいはコストが下がっていくようにぜひ指導していただきたいと思いますそしてこの資材価格の状況ですね最近どうなっているのか肥料農薬機械などの動向についてお伺いをしたいと思います水田生産局長お答えします 農業物価統計調査というものがございまして、これによりまして、資材価格の調査を行っております。最近の情勢でございますが、資材価格の引き下げのですね議論が開始される前のですね平成27年と、直近の平成30年の資材価格を比較,比較いたしますと、肥料につきましては5.7%下がっております。それから農薬につきましては0.6%下がっております。農業機械については0.3%上がっていると、こういった状況になっております。 山田修司君、えー、ありがとうございましたあの農業資材の引き下げについて、まあ、政府として取り組んでいるわけでございますが、今お話がありましたように、肥料については相当効果が上がっている、また、えー、農薬も上がって、若干下がってきているということですけれども、えー、農業機械の方はまだまだということのようであります。えーまあ、あの特に 肥料の価格については低下が見られるわけですが、どのような取り組みを具体的にしているのか、この点についてお伺いしたいと思います水田局長。お答えいたしますで。肥料につきましては、えー まずあの土壌の状況やですね作物などにより必要とする成分が異なるため、各産地においてさまざまな銘柄が開発、利用されてきたところでございます。ただ、効果が同じであれば、できる限り銘柄を集約化するということで、肥料製造にかかるコストを抑えることが可能となっております。でこののためめ全農においいてはでですね購買事業の見直しを進める中で汎用性が高い 火星肥料銘柄を中心に、集約化を進めておるところでございましてこ、れこれまで約550あった銘柄を25に集約いたしまして、さらに競争入札によりまして、購入先となるメーカーを約半分に絞り込む、そういったことで、1内市3割のですね価格引き下げを実現したと承知しております。さらに、農業者がですね肥料を含む農業資材を調達する際の参考としていただき、少しでも安く、 購入でできるようにですね農林水産省におきましては、平成29年からえ国内外におきます農業資材の販売価格などに関する調査を実施いたしまして、その結果を広く農業者の方々に提供するという取り組みを実施しているところでございます委員長山田修二君え。ありがとうございましたた現在全農でえ肥料価格のの引き下げのために 銘柄の集積を行っているというお話でございました今お話がありましたように550銘柄あったものが今 え、二25ぐらいになってきているということで、肥料価格の引き下げ、先ほどデータで言いますと、相当5.7%ですか、下がっているということにも貢献をしているのかなというふうにも思います。一方で,です、ね、今度の法律改正で、先ほど政務官からもお話がありました、堆肥などと肥料の配合を広く認めていくということになっております。これははもちろん農業者のニーズあるいは 堆肥を利用していこうということでえ大変いいことだとは思うんですけれどもえこの結果配合されたさまざまな肥料が世の中に出回るということになりますこのえ今一生懸命進めている銘柄集積とこのえ肥料の配合が矛盾しないように進めていく必要があると思いますけれどもその辺についてお伺いしたいと思いますはい、新井消費安全局長答え申し上げます、えー、全農が進める銘柄費 の集約につきましては、活性肥料を中心にいたしまして、汎用性の高いものを集約して、肥料の転用を進めているというふうに承知をしております。で今回の改正は、こうした汎用性の高い肥料だけでは対応できないような土壌や作物に対しまして、困りの効く肥料、それから堆肥の活用をしたいという農家の要望に応えるものであります。従いまして、今回の改正を生かしまして、土壌分析に基づいて、必要な成分のみを配合した肥料や、成分の量を調整した肥料というのを ものの生産を機動的に進めたいと考えておりますこのような肥料の生産は農協を含めました地域に根差した肥料業者が主体となるというふうに考えておりますまた価格面で見ましても銘柄集約により低価格のあった価格肥料を配合肥料の原料として利用していただくということになりますので銘柄集約の効果を生かしながら低コスト化が可能となるものと考えております 委員長山田修司君、はい、ありがとうございましたあのこの肥料の配合については、この銘柄集積によって、えー、かなり肥料の価格が下がっている、これをまあ阻害しないようにというか、相まってです、ねえー、さらにその肥料の価格が下がっていくような、えー、努力をお願いしたいと思います。 えー、そして、えー、もう一つ、家畜排泄物についてちょっとお伺いしたいと思います。えー、この家畜排泄物を活用した肥料については、高、え、種、ー、の農家の皆さんから使いにくいという言葉も聞かれます。 にいがする、あるいは水分が多い、こういったことについてのご意見もあるわけでございますが、この家畜排泄物を活用した堆肥について、この品質をよくしていく、高品質化に取り組む必要があると思いますけれども、この取り組みについてお伺いしたいと思います、はい、水田局長。お答えいたします。えー 家畜排泄物を原料とする堆肥でございますけれども、資源として持続的な土作りに有効活用していくためには、畜産農家が高収農家のニーズに応じて高品質な堆肥といったものを供給することが重要であると考えております。畜産の家畜堆肥のですね、高品質化を進めていくためには。 完熟化によりまして、水分や周期、臭いですね、これを低減させるといった品質の向上策、これが有効でございます。これにつきましてはあの、県職員などを通じた畜産農家への技術指導と、こういったものを推進しているところでございます。さらにあの、この法案によりまして、堆肥と化学肥料の配合などが認められることになれば、これをペレット化することによりまして、散布も容易になることから、堆肥の利用が進むものと考えているところでございます。このため 堆肥の高品質化に向けまして、完熟化について引き続き、畜産農家への技術指導をすることに加えまして、堆肥者の整備といったものへの支援というものも行うこととしております。また、ペレット化を推進するため、畜産農家が行うペレット化のための施設や機械導入などの支援を行う予算を概算要求しているところでございます。こうしたことによりまして、畜産農家が公衆農家のニーズに応じた高品質な堆肥を生産・流通させる取り組みと。 を後押ししていきたいと考えております山田修司君、はい、ありがとうございましたあのこの家畜排泄物の活用これも大変重要な課題であると考えております特に大肥としての活用これは大いに推進する必要があると思いますのでしっかりとこの、えー、高品質化にも取り組んでいただきたいと思います もう一つですね、あの肥料の原料のまあ安全性ということでございます。あの肥料の原料の中でやはり人や植物に有害な物質が含まれる可能性もあるということでございます。肥料に利用できる原料の範囲を明確にし、帳簿の作成によって。 原料管理を徹底するという、原料管理制度を導入するということも、今回の内容に含まれているわけでございます。このことは当然必要なことだというふうに思っておりますけれども、あのこの制度の導入によって、肥料生産業者が過度に負担になって、生産あるいはこの管理のコストが、 上がっていくそのことによって、肥料価格にまあ影響が出ないようにしていく必要があると思っておりますけれども、この原料管理制度が肥料価格に与える影響について、どのように考えているか、お伺いしたいと思います。新井局長 今回、導入いたします原料管理制度、帳簿の決め付けは、農家が安心して肥料を利用できるようにするためのものでございます。具体的には原料帳簿の作成は、多くの事業者においてはすでに実施されているというふうに承知しておりまして、適正な品質の肥料を生産し、正確な原料表示を行うためには、肥料業者として当然実施しておくべきことを改めて法律上に位置づけたということでございます。この帳簿の記載事項は省令で定めることとしておりまして、 原料の名称、数量、仕入れ先といった基本的な事項でを定めることを予定しているところでございます。まあ、従いまして、これらの内容は、農家が適正な肥料を正確な情報に基づいて使用するために必要なものでありまして、肥料業者にとって過度な負担となるものではないというふうに考えております。まあ、従いまして、肥料価格の上昇につながるようなものではないということと、肥料業者に適切に記載ができるよう、正確な情報、それから説明会等で周知をと。 徹底を図ってまいりたいと考えております。山田修二君、はい、ありがとうございます。安全性の確保が第一でありますけれども、併せて、えー、その負担コスト増にならないようにということで対応していただきたいと思います。えー、そしてあの先ほど配布した資料の中にありますあの肥料だけではなくて、えー、農薬についてもやはり、えー、全体の4％そして農業機械11％という、えー、まああの。 えーま、負担ににななっってていいいるるコストになっているととうことであります先ほどのお話ではあの、農業機械については、えー、最近、やはり価格がちょっと上がっているというお話もありました、あの私がいろんなところで見てもです、ね、やはり農業機械、機能が良くなっていて、価格がずいぶん上がっているという話もあちこちでお聞きをいたします。 このまあ肥料については今までおお伺いしましたけれども、農薬や農業機械の価格の引き下げについて取り組みどのようになっているのかお伺いしたいと思います。はい、水田局長、お答えいたします。まず農薬につきましては、全農の価格引き下げの取り組みの中で、メーカーから農業者に直接配送する大容量規格とまだ大きな。 容量で配送するというものでございますけれども、こういった取り組みを進めているところでございまして、これによりまして、通常の規格と比べまして、約2割から3割の価格引き,下げ引き下げを実現したと承知しております。今後これらの品目数や取扱い量も拡大していく方針と といいいううふうに聞いているところでございますまた農業機械につきましても、えー、全農がです、ね、担い手の要望を踏まえて、機能を絞り込んだです、ね、低価格の大型トラクターを開発したということでございまして、これを標準モデルの価格と比べまして、100万円程度の引き下げを実現をしたということでございます。今後とも取り組んでいくというふうに聞いておりますあの。農林水産省といたしましても、この全農等の関係機関と連携をいたしまして、これらの取り組みを後押ししてまいりたいと考えております。委員長 ありがとうございますあのまだまだ未知半ばのような感じもいたしますしっかりとこの資材価格の引き下げについて取り組んでいただきたいと思います今お話がありましたけれどもやはり全農やあるいは経済連農協の取り組みというのが非常に大事だと思います。 農協改革の中でも、この点は非常にポイントになっているわけでありますが、農協系統組織の取り組み、資材価格の引き下げに関する取り組みでありますが、これがどうなっているのか、そして農水省としてどう評価しているのか、改めてお伺いしたいと思います、はい、横山経営局長。はい えー、あの先般農林水産省が実施・公表いたしましたあの農協の自己改革に関するアンケート調査、これ、農協に対して行ったものでございますけれども、現在、ほとんどの農協で大口割引、予約割引などの導入、えー、銘柄企画を集約した上での一括購入、えー、ジェネリック農薬や中古の農業機械などの低,資材低価格の資材の取り扱いと、 いうことで資材価格の引き下げの取り組みを実施しているというふうに回答をいただいているところでございますまた全能につきまして今ほど大型トラクターについての話ございましたけれどもそれに加えて中型トラクターでもですね同様の取り組みを開始しておりまして各資材についてそうした取り組みを継続拡大するとこういうふうに承知をしてございます こうした取り組みは、農業者の所得の向上を図るという、まさに農協改革の趣旨そのものでございまして、農林水産省としても本年9月に総括評価いたしましたとおり、JA グループの自己改革は進展していると、このように受け止めております。JA グループ自体も、ですね自己改革を不断に進めていくと、こう宣言をされております。農林水産省ととししてても引き続き続 JA グループの取り組みを促してままいいいりたいと思います委<員>長山田修司君 はい、ありがとうございました、えー、今日はあの肥料取締法の改正案についての質疑ということでございました。あの肥料の安全性についての質問、あるいはあの？ 肥料などの農業資材の価格の引き下げについて質問をいたしてきました特に農業者の所得向上に向けては農業者の努力だけでは対応できない課題が多々ありますがその中の1つがこの資材の価格の引き下げということであります政府としてもこれまで取り組んできておられるわけですけれども改めてこの資材 価格の引き下げ、あるいは農業者のコストの削減への取り組みについて、大臣のご決意をお伺いしたいと思います江藤大臣え先生のおっしゃるとおりです、ね、あの生産費、それからです、ね、その固定経費、これを下げていくことはです、ね、たとえ売上それから収入、手元に残るお金が前年度変わらなくても、ここが下がればですね、 収入アップと実質収入アップということになるわけでありますからここを下げていくことはとても大切なことだと思っております我々はその産業力農業競争力強化法支援法に基づいてですねやってまいりましたがしかし生産者もそれからメーカーもですね国もそれから JA 組織もいろんな人がやっぱり一緒になってですね同じ方向を向いて固定費生産費を下げることによって 農家の負担を減らしていくということが大切になってくる、その一助となる法律の改正だというふうに考えております。 委員長山田修君、はい、ありがとうございましたあの、えー、農業者の手取りを増やしていくためにもちろん農家の皆さんにも努力をしていただく必要があるんですけれども、えー、農協系統でもしっかり頑張っていただく必要がありますしまたあの政府としてもです、ね、なかなかあの、えー、農業者の方あるいは農協の方ができないことについてもしっかりとまた支援をしていく取り組んでいくことが、えー、大事だと思います。今、えー、今後後のの活動あるいは、えー今後の 対応をしっかりとお願いをいたしまして私の質問を終わりますありがとうございました宮沢